どうも、ネズッチです。イギリスでですね、 IQ171 ある3歳の天才少女が話題になっているというんですね。何度も8ヶ月で言葉を覚え始めて喋るようになって、2歳になる前にはですね、アルファベットも完全に暗記したというんですね。そして3歳の現在はですね、朝起きてから寝るまで何かを質問し続けて、勉強をやめようという気がないらしいんですね。すごいね、勉強をやめようとしない。勉強をやめようとしか考えなかったからね、子供の頃ね。だけどまあね、いろいろとこう質問されたら親は大変ですよね。ずっとですから、なんでこれはこうなるのっつって、もううるさい、そういうもんなのみたいなね、感じになっちゃいますよ。で、もうちょっと大きくなったらね、逆にね、お母さんはそんなことも知らないのなんて。生意気なガキ、可愛くないみたいなね、IQ よりも愛嬌が欲しいみたいな感じになるかもしれないですけど、ただこれね、本当に順調に大人になったらすごいことになりそうですね。何かのね、特効薬を作っちゃったりとか、世界が驚く発明をしたりとか、楽しみは尽きないですけどね。あ、余談ですけどね、こういった天才はですね、薄い味付けのお菓子食べないらしいですね。言ってましたよ。賢いってね。ねずっちです。最後のは忘れてください。